回はゆかりと枝豆を使ったチャーハンを作っていきます。卵を2つ割って溶いておきます。ハムを5ミリ角に切ります。ネギをみじん切りにします。フライパンにサラダ油を入れます。溶いた卵を入れ、ささっとかき混ぜます。卵が半熟のうちにご飯を入れます。素早くご飯をヘラで崩します。まんべんなく卵とご飯が絡むようにフライパン全体を使ってヘラで軽く押し付けながら切るようにして炒めます。ハムを入れます。枝豆を入れます。ネギを入れます。そのままでも食べられる食材なので軽く混ぜ合わせるように炒めます。ゆかりを入れます。お酒を入れます。軽く塩コショウを振ります。調味料が全体に行き渡るように混ぜます。最後にお醤油を入れます。お醤油が全体に行き渡るように炒めながら混ぜ合わせたら出来上がりです。